いやお <laughs> こんにちは今日はニットの日です星ありがとうございます音符もたくさんありがとうございますたこありがとうございます うん体育しててありがとうありがとうお菓子ありがとうメイクは今日ちょっとアイラインが羽気味かもしれないいつもよりなんかチークがなくて今チークがないんですよね負傷中チークだから最近ちょっと顔のねあれがねあんまり微妙いです猫ありがとうかわいい猫ありがとうございます お菓子もトートギフトもありがとうございますお菓子もありがとうございますハートありがとうございます可愛いギフトもお菓子もキャンディーもこんばんは今日はレッスンでしたねハートありがとうございますお菓子もアイラインかななんだろうそうちょっとピンクっぽくしました今日は ありがとうお菓子明日の制服の目ありますお楽しみにです、皆さん岩にあんなのでね、主役ありがとうお菓子生誕祭ですね1位ですね星ありがとうタコもキャンディーもハートもありがとうございます今日もめっちゃ可愛すぎ、ありがとうおつにじ、こんばんは 美形だから大丈夫嬉しいありがとうございますおつにじありがとうございますキャンディ鮮やかです今日はハッあ,ありがとうございますカラフルだるまもたくさんありがとうございます 久しぶりじゃないこのニット。サイリウムありがとうハートもありがとうございます。可愛いギフトも。モニミ待ってます、モニミも。DMM もたくさん。ありがとう。キャンディもハートも。明日、配信だけど楽しみ。嬉しい。ありがとうございます。お楽しみにです、本当に。 の違い本当にそう最近治ってきたかもしれないちょっとほらこの前と比べたら全然じゃないおつにじ灰色のリップだよ星ありがとう青の,あのだるまもハートもありがとうございますここミンサイも必ず振ってるありがとう見つけますね絶対にねニットの日だから今日はニットきました 最近はずっとパジャマだったんですけど今日はえパジャマもここにあるんですけどニットですありがとうキャンディ青緑の誰もありがとうございますおつにじしょけんさんキャンディありがとうハートも思それだね十二け戦を生で見るのは初めてだから楽しみ近くで見るとみんなねやっぱ印象違うから 決まるんんじゃないないか好きな子がハートありがとうございますたくさんハートありがとうございますキャンディーもリアルの日だけどここめんガチをたん押したん押しじゃなかったガチ押しありがとうガチ押しありがとうハートもありがとうサイリウムあ緑ありがとうハートもたくさんありがとうございますギフト これね、分かるよモチベだよねこういうさなんていうのコンサートとかあると本当に楽しみが増えるよねありがとうたくさん猫もありがとうございますこんばんはお洋服がかわいさアップしてる本当にやっぱパジャマよりこういう服を着た方がいいかもね配信とかね まだねみんなに買ったけど見せてない服とかもあるし明日公演楽しみねドキドキする生誕祭初めてなのでハートありがとうございます下は秘密ですねちょっとそれは言えないハートありがとうございますキャンディーも星も確かにちょっとイワニャンの唇を 明日絶対言うのでちょっと忘れないちょっと本当に忘れないようにしないと緊張で頭がいっぱいになってるかもしれないありがとうお菓子先端列6列目はい見つけますお見送りとかでもねありがとうお菓子星もありがとうございますえ嬉しいもうにじにに決まってますありがとうございます え近くで見たらどうみんな近くでさうちのこと見た人どう思った星ありがとうございます。好きな子はここにもちろん魂ありがとうございます。青のサイリウムありがとう。星もお菓子もロケットもありがとうございます。こんばんは。ハはたありがとうございます。今日はペンギンじゃないですね。今日はちゃんとふあの、おしゃれ着です。今日は 明日楽しみですね緊張するやばいよちょっとえちまちょっと生誕祭はもし自分なかったら泣くかもしれないうん確かになんかこの真っ白な感じにいいね合ってるね可愛いギフトありがとうございますお菓子もこんばんは受験さんおつにとじ尊いありがとうございますギフト ちゃん的に公園見たら一番印象がかる12期え誰だろうミヤビームとかかなまだちょっと言えないんですけど明日ミヤビームのあるんですけどちょっとねまだみんなはねあのミヤビームのあの制服の目を見たことがないからねちょっと秘密なんですけどミヤビームは多分ちょっとみんなびっくりするんじゃないあの 劇場で見たら、<laughs> えすごい今日薄緑のズボン履いてます、すごい、さすが、ねあのさ振ってくださいぜひ明日はユアニアの生誕祭なんですけど、まああのぜひ国民サイリウムを振れる時があったら振ってほしいです、明日最善いいね。 ありがとう、お菓子、キャンディーも。え、ありがとうございます、高校合格祝い。ありがとうございます。嬉しい。ま、あの、待ってます、楽しみに。え、本当に、バブですかお菓子じゃなくて、ロケットありがとう、ハートも。たくさんハート。バブイとは言われるかも、でも。ありがとう、キャンディー。 ええー、近くで見たらほんとにさ、自分だと全然わかんないからさ、あれで。ありがとう、お菓子。ハートも。可愛いギフトも。やっぱね、あれ、制服の目は倍率がすごい高いらしくて。メールの返信でもみんな言ってて。ありがとう、だるま。え、でしょ、おもてたより性が高いは言われるんだよね。うん。 かれなはうちの方がかけれなより7センチぐらい大きいかな全然ですよ大きくてうちの方が大きく見えるそうこっちゃんの決まりましたつ月ちも楽しみだねこっちゃんも喜んでたしつ月ちもうちも嬉しいしそうだねいわるのあの生誕祭でもあるしあのー ミヤビームの初日でもあるしありがとうおかしいね結構めっちゃ見てくれた劇場でこの前めっちゃもう視線をねずっと感じてたよここら辺から嬉しいありがとうございます <laughs> あミヤビちゃんね確かにスクール時代もあったかでもミヤビームは結構ねかっこいいのでダンスも <laughs> ごえ本当に嬉しいなんでだろう なんでだろう今日のみんなめっちゃ褒めてくれるちゃんとこの服を着てるからかなもしかしてありがとうお菓子たくさん可愛い,いギフトもありがとうございますハートもたくさんかっこいいありがとうハートありがとうございますたくさんここサブちゃん揃えます楽しみそうなんか連続で あの出演が決まって嬉しいですどんどんね変わっていくと思うけどこれからここみんな生誕 <laughs> えど,どういうことあのさあなんかみんながってことかなそれともうちがってことかな生誕うち泣くかもしれない生誕あったらめっちゃ好きだけどねありがとうおかしい ね、すごく話しやすいって言ってくれるよね毎回印象が嬉しいなんだろうおつにいじそうゆうねさんも十期生がそろう日だっけ暑い日ですね星ありがとうございますハートもお菓子もありがとうございますたくさんそう皆勤賞だけどね金なんかどんな感じだろうっていう これからありがとうキャンディーもお菓子もありがとうございますこんばんはこんばんはねちょっとうちの明日たの岩屋の生誕はね,ーーはねどんな感じなんだろう気になる <laughs> 想像できなくて自分のがホントありがとうございます 本日もですがめっちゃ顔がクリアなんでだろうチークとか塗ってないからかな本当にそうかなチーク塗ってないから <laughs> ありがとうおかしいねあのねあんずさんのねパフォーマンスもあって初日はあんずさんがいないのでね明日はまだね 違う感じだよねメンバーが変わると星ありがとうございますお菓子もすべてにおいてやはり可わいありがとうございますこんにちはハートありがとうございますキャンディーもハートも食感はゆうんぽ本当にゃやっぱほに今さっき巻いたからかな またありがとうございます明日初めてえ、え、緊張するちょっとどうしよう見たら意外と予想と違かった好きじゃないみたいな <laughs> あったら嫌だねほしいありがとうございますあともキャンありがとうございますこんばんは今日も素晴らしく透明感えなんだろうなんか今日さ透明感が服だよねやっぱりこの 服だと思う服かなメイクかなちょっと今日はメイクがめっちゃ薄くてアイラインと涙袋だけです今日はとまつげありがとうキャンディジェラシーね自分的にめっちゃ好きです今日の前髪結構高めですよ 80! です80点かな80です818282点 <laughs> ありがとうございますキャンディお菓子もありがとうハートええー、緊張するよちょっと想像以上理,理想以上本当にハートありがとうございます その人がどう思うかで変わるから本当あ,ありがとうございますなんかコメントがあった全体的な美術髪の毛かななんだろうあちょっとなんかさテロップ書いてないから何かある明日は制服の目とか みやびちゃんもデビューですよえなんでだろうチーク塗ってないからだよ絶対チーク塗るとここにやっぱ赤みが出るじゃんだからなんかあれになるけどそれが本当にさ最近そう2日連続パックしたんですよなんかスパックを使いすぎたらすぐなくなっちゃうからあの2日に1回やってんのでそのパックしない日はめっちゃ肌にねいろいろ保湿のクリーム塗ったりとか保湿の なんかか化粧水とか塗ったりしてるのねでもなんか最近計算っていうかそのそれをミスっちゃって2日連続パックをしちゃってたのだから急に肌の治安が良くなったかもしれないあだよねでこの前ねあの岩虹をね応援してくれる人が多くて並んでてこの前の時はみんな渋滞しちゃっててねありがとう お菓オオカミとプライドねいいよねおつにいちハートありがとうございます明日 DMM 最善です待ってます待ってますぜひ自信を持ってない <laughs> ありがとうございます自信を持ってないすごいねありがとうございますビジュアル面なのかな なんか何面か分からなくてえ本ほんとに踊ってる時ってほんとに事故がしかなくてやばいって思っちゃうけどパックいるよちょっとねありがとう偉い服は関係ないあでもねなんかちょっと濃いめのピンク紫って感じの 色なんですよねこれがだから余計その肌が白く見えるのかもしれない保湿大事本当にめっちゃ大事なんですよバラありがとうトマトジュースいいよねーあやバいバレた <laughs> え待、ま、って今股関節ボキッていった死ぬ聞こえた今ありがとうハート お菓子ととキャンディーもグッドありがとうございますハート3つのやつも腰が痛いよやばい見られたかもしれない美容液使ってなくてやばいでしょ化粧水しか塗ってないしなん何か何を使えばいいのか分かんなくて何を使えばいいのか分かんなくて何かおすすめとかあんのかな 先,ん先輩が使ってるのは絶対にうちには買えないようなものな気がしてなんかおすすめの保湿クリームとか化粧水とかが分かんなくてハト向のやつを使ってるんだけどパックしよう一緒におそろパックおそろパックやばい見えたかもしれい聞こえたマジでやばくなかった今の音ちょっと本当にありがとうお菓子目が乾燥 パフォーマンスはやっぱ練習しないとねうまくならないからたたんうんほ本当に肌はねめっちゃ適当に扱うんですよ本当に肌うちめっちゃねお姉ちゃんとかはあの肌が大切なんですよすごい肌命って感じうちがこうやって肌をね触るだけでやめて ってくんのなんかちょっと軽くこうやってビンタしただけで「やめて!」ってめっちゃ怒られるのねでもうちはめっちゃ自分でこうやってめっちゃ書くしつねったりするしみたいなそうだけどねあんまりそんな荒れないから今は大丈夫かなそんなにハートありがとうございますミメイクしたよ久した久ぶりに今日は配信をしたいなって思って制服の目の。 現実でもあるからメイクしてみたハトありがとうございますうんあの食生活本当に大事でそれをもう <laughs> 全然大丈夫だよ話を聞いてくれるだけで嬉しいのでえここみんのスキンケアは本当に一瞬ですから おめちゃん怖いよねちょっと面白いんだけど怖いんだよね <laughs> あなんかコメントが横画面になってさ見やすくなった分さ飛んでくようになったのすごいコメントがありがとうキャンディ こんばんはどこら辺だろうここら辺かなココミンの美肌は野菜え、それはそうマジで野菜はずっと食べるのでずっとっていうか 食べることが多くてだからかな <laughs> うちさあの分かってくれる人は少ないかもしれないんだけどリップを塗るときにこう横にねこうやって塗るんじゃなくてこうやってやるのうち叩くのこの人いるかな分からないけど普通にこのリップじゃなくてあれでもいいあの保湿のリップとかメンソレターム だっけとかでもいいけどいるかなそういう人ありがとうお菓子星もありがとうございますいや,いや悲しいなメイクしたからかなみんなが褒めてくれたの絶対そうじゃん絶対そうじゃんありがとう あのキャンディーハートもありがとうございますありがとうキャンディーも黄色のだるまと音符とハートありがとうございますわかるわかる <laughs> なんかこうやってこうやってやるのはいいなのこうやってやるんだよねいつもえコここみちゃんのパフォーマンス大好きですありがとうございます嬉しいリップとな 伝説か、もしかして。<laughs> 本当にこうやって塗る。ます。叩く派です。うちは。ぜひしてみてください。この塗り方はおすすめです。すっぴんも可愛い。ありがとうございます。 制服の目さみんなすっぴんでやったらどうなるんだろうねあの出る出演メンバー全員すっぴんでみたいなきつくないそれは結構えなんかリップ手についてる最悪どういうこと何があったんだろうこの一瞬で目を離した隙にあ確かに嬉しいありがとうおかしい ピンはね失速になるねやっぱりえー、変わるよね,ね見て何ごとって感じじゃないこの一瞬で星ありがとうございますありがとうあの初見さんばらありがとうございます誰もも ね、すっぴんで劇場公演やったって言ったらめっちゃなんかすごくない多分話題がすごそうじゃない <laughs> うんええー、本当にありがとうバラじゃなくて花束ありがとうございますで伝説なるってこれはもしあったらね ブリッジねできないえわからないできるかもしれない今はでも体重が重くてできないかもあのあれとかできないあの壁に立つやつ壁に足逆さまで立つやつあるじゃん手で押さえてあれできなくて苦手 <laughs> ね、やだそれはやだわかんない誰か分かんないの嫌だね,ね押さなくなると思うみんな絶対になるそれはあれあれあれですよあれ壁に立つやつですよ <laughs> あれは伝説の男の人ですねみんなすっぴんになったらここ目にい,いんですか <laughs> ありがとうガチ楽もしい <laughs> 違う違うなんだっけなんだっけなんだっけんだっけ倒立倒立すあっ逆立ち逆立ちかなんかあったのそういうのが。 それもできなくてうちありがとうお菓子たくさんえそうなんか『メガンゼン TV』とかあるじゃんあの時になんかスっピンでレッスン受けてる時の動画とか出される時あるじゃんあの時なんかさみんな顔さなくてさあれだよねスっピンのやっぱレッスンにメイクはちょっとねって思うけど カメラりがいいしねあとあーうちのあの壁車あのあれはマジでスっピンマジでえ絶望の逆上がり」はギリマジでめっちゃギリできたってぐらいだっためっちゃ嫌いだったんだよねうちあれ走る 短距離走が得意で補欠とかやってたリレーの選手のおつにじおつにじこんばんはフォローしましたありがとうございますフォローありがとうございますえあれはファンデーションだけ塗ってまつげだけ上げた感じ 50m え七7秒とかかな ありがとうございますおかしいえあのかベシャはあれなんですよあのー、メイクさんにメイクしてもらったのであれファンデーションを塗ってもらってまずでまつげと涙袋だけやってもらったぐらいえ本ほんとにあのカベシャかわいい 本当にあれ可愛いって思ったことがなくて今まで普通に入らない本当にえ可愛くないよあれはちょっときついイやそうな顔してるえどういう顔本当にアイライン引くと変わる本当に涙袋るも変わるけどアイラインはね変わる本当に。 でも今日はいつもとアイライランが違います羽系たれじゃないいつもたれ系なんだけどえなんか羽の方がいいのかなもしかして今日は羽系だけどいつもはあ違う今日は羽今日はめん違う違ういつもたれ今日は羽。 水泳本当に嫌いでプールの授業本当に嫌いだったんだよねうちマジであの出ることが嫌だったの出るのが嫌であれだったんだよね授業受けるのが嫌であのクラスので受けるのなんか2回ぐらい受けた7回ぐらいあるんだけどあの2回ぐらい受けて でまず、あ、当たり前にさあの足りないってなったの評価ができないって言われたのね中3の頃かなで評価ができないって言われて授業に参加してないからって言われてだからあれ夏休みに補習を受け,る受けたかったから休んでたのずっと。 そうクラスの嫌でみんなでやるのが <laughs> で補修でやった友達と2人で <laughs> そのくらい泳ぐの嫌いだったいいねありがとうございます別にね泳げないってわけじゃないの全く普通に泳げるの一回も立ち上がらずにいけるってくらい泳げるんだけどなんか嫌だったんだよね泳ぐのが普通になんか。 川ででは泳いでた普通めっちゃ泳いでたねっ星になるよねありがとうキャンディ <laughs> 苦手な曲制服の目だとダウトはめっちゃ練習しましたねできなくてあれはむずかったボンジュールえ星あったよ あったクロールとカエル泳ぎみたいなやつをねタイム取んなきゃいけなくてでも結局2だった気がする結局2か3だったな体育はもう2か3体育,体,体育は毎回ありがとうございますキャンディええ <laughs> ねうちもずっとリポート書いてた あれあのその授業いやもうマジで授業休んだことない数学とかの国語とかはマジで休んだことないおつにじむずいでしょダウとは帰ろうよぎね帰ろうよぎじゃないあれ普通に <laughs> こうやってやってこうやってやってるやつ泳ぐやつこうやってやって。 泳ぐやつですね。食事三千円使えるけど、服は。無理な話はさ、だん。お、え。嬉しい。あ、それは合うね。そのね、価値観が合う人とね。いいって言うからね、それは。合いますね。え、難しいダウトはめっちゃ。手が難しくて <laughs>。もう、ちなみにココハは。ダウトのプロなので。 ダウトで分かんないところがあったらこはココにきけば, <laughs> ココハに聞けばすぐ解決するんですよねマジやばい2だったありがとうお菓子たくさんキャンディーもレポートで許されるのいいねバター足とか懐かしいなありがとうお菓子だるまありがとうございますキャンディーもえそうダウトのプロだったの だ,だったのっていうかダウトのプロなのココハは。あらこんばんは初見さんありがとうございますキャンディー水泳の授業で時間足りなくてかわいそう悔しくないどういうこと時間足りなくてってココハうまいですよマジでダンスハワトありがとうございますたくさんのだるまも お疲れ様ですこんばんはですすこんんばはハートありがとうございますお菓子もいやぜひダウトのレッスンをねココハに受けてもらってください皆さんもぜひ。おつにじあじゃあ見てみてちゃんあのぜひ周りのね見ると結構ねこういうダンスしてるんだとか後ろの方とか見てほしいめっちゃ。 多分前にしかさ印象いかないかもしれないけど後ろの方のダンス結構見てほしいみんなね後ろのダンスを合わせようとか思って後ろのダンスのここをあんまり目立たないところだけど後ろのダンスのここをもうちょっとこうした方がいいと思うとかやってたから後ろも見てほしいな目立たないところも 水泳の授業はほんとにそれが嫌だったの髪の毛が嫌だったあと着替えが嫌だったでもほんとに髪の毛がぐっちゃになるのプール入るとだからそれが嫌だったんですよね明日注目してみてクッキーありがとうお菓子キャンディーもありがとうございますハートもあのぜひ後ろの方のねあの 後ろの方も見てほしいハートありがとうございますココミが何のプロか見てみてちょっとみんなダンス何のダンスがココミに得意そうだったか見てみてお菓子ありがとうハートも確かに明日ちょっとユアニャンが映りそうだね定点とかねお菓子ありがとうございます水泳も絶対嫌です一生受けたくない 嬉しい後ろでも見てるありがとうございますなんか言ってくれたもんねみんなもし立ち位置が後ろの方だったらどうするみたいな相談した時にあれだオープニングアークの時だあのお気どきはめっちゃ立ち位置が良かったんですけどうんお気どきは良かったんだけど他の曲が悪くてでそれをみんなに相談したらあの あの推しとか好きな子はねそこ好きな子しか見てないから全部見てるよって言ってくれて嬉しかったのを覚えてるのでありがとうキャンディ演奏やばいよねカエルとかいてねカエルいたんだよねプールやだはい定点も間違えたらバレちゃうけど 明日頑張ってください。ありがとうございます。頑張ります。星ありがとうございます。ウィンクはできます。こっちもできるし、こっちもできる。こっちはちょっと無理。こっちこっち。すごくない ありがとうございますんえみんなプールにカエル出ないのありがとうキャンディ <laughs> マジでぶりっ子できないんですよねしたことがなくてなんかちっちゃい頃本当に自分のことが大好きでちっちゃい頃の写真振り返ると全部なんて言うのなんか本当に ちちっちゃい頃とか本当にアイドルばっか見てたの多分アイドルとか見ててそれに影響されて自分のことが大好きになってポーズがなんか本当にもうななんかなんていうのウインクに下出しになんかこうこうみたいなポーズを全部しての写真がやばくないなんかちょっとちゃんみたいにちょっと出してウインクしてなんかこういう感じのポーズとかなんかこ,れこうとか。 全部そうなのなのんかなんか外でなんか撮るって言ってもなんかすぐなんていうのなんかこう,こういうポーズとかな,なんかこういうポーズとか全部撮ってんのなんかそれぐらい自分のことが好きでなんかなのになんか急にねそういうポーズができなくなったの写真撮るって言う時に急になんか写真撮,る撮られることすら恥ずかしいとはなんなかったけど写真撮られてもなんかすぐにみたいな急になってそれなんかそれが。 あれれだったかもしれない <laughs> 思春期っていうか唯一のそうなんて言うんだろう思春期みたいな時だったかもしれないハートありがとうございますプールでカエル見たことない人なんているのえ待って今何時だろう56分になったら教えてください皆さんまた56分にありがとうハート猫もありがとうございます100キラありがとうございます えそう大好きだったんですよね。星ありがとうございます。えプールにカエルいるのってさ長野県だけなのもしかして。カエルしかいなかったんだけど。それが本当に嫌で。星ありがとうございます。初見さん。<laughs> あ四十分です。ありがとうございます。お菓子ありがとうございます。えなんかもうこういうなんかこれでペコちゃんみたいな。 他に何やったかななんか自作の歌も作ってその映像この前出てきてなんかママとママのスマホのアルバムを見てたのそしたらなんかお姉ちゃんが「それでは聴いてください」「ここ耳で」「なんか愛しているです」みたいな芋君の「愛してる」って曲を作ったのあって思い出したみんなに曲の題名言えなかったよね「愛してる」だったの曲の題名が「愛してる」だったのね で、なんかお姉ちゃんがなんか前振りでそれでは聞いてください愛してるですみたいな待ってコメントちょっと読みますありがとうおかしいえプールにカエル見たことないやば初めて知ったこれ長野県だけっていうのありがとう <laughs> やばいでしょ恥ずかしいよねちょっとえ普通にカエル泳いでんのだし 十匹くらいいる。ありがとう、お菓子たくさん。昨日ぶりですね、こんばんは。ありがとうございます、来てくれて。紫の。ありがとうございます、こんばんは、初見さん。え、やばいでしょう、愛してる。<laughs> どんな歌だったっけ。いつも忘れちゃう。なんか。みんな仲良くしてるみたいな歌詞なの。 全く分かんないじゃんどこが愛してるなのって思うけどなんかみんな仲良くしてねみたいなみんな仲良くしてねで終わんの4曲ぐらい4なんか四回ぐらいみんな仲良くしてねみんな仲良くしてねみんな仲良くしてねみたいなで終わんのちょっとわからない同一人物じゃない気がするってくらい見てて 何って思う音符ありがとうございます愛してるの音符ありがとうございますママ動画撮ってるんだよそのうちが撮ってって言ったんだよね多分ママにもう本当に撮られることが大好きだったの写真も動画もだから多分それも多分ママに撮ってって言ってママが多分撮ってくれたんだよ もうそういうのがずっとあったからもう多分まあもうあきれてたと思うけどあの「取って」って言ってもももねめんどくさそうに取ってくれたと思うんだけど <laughs> 猫ありがとうかわいい猫ハートもありがとうございます <laughs> 愛してる <laughs> やばいでしょハートありがとうございますしかもツインテールしてマイクも謎のマイク持ってんのツインテールして このぐらい高い高ツインテールで白のワンピース着てなんかネックレスとかもしてマイクも持ってる <laughs> 歌詞に「愛してる」は一回も出てこないみんな仲良くしてねしかないの歌詞がでもちょっとテンポ変わったりしてハートありがとうございます <laughs> やばいよねちょっとはず他にもなんか本当にいろいろあって。 数えきれないくらいそういう写真とか動画があって <laughs> みんな仲良くしてねでも本当にこの歌詞はね <laughs> あのみんな仲良くしてねだから今も <laughs> みんな仲良くしてね本当にハートありがとうございましたけんさんたくさんのハートをありがとうございますみんな仲良くするのはいいことだからみんな仲良くしましょう 本先生これで歌作ってくれるかな続き嬉しいねうんめっちゃね可愛がってもらってただから本当にママのスマホがお姉ちゃんも好きですそういうのが <laughs> お姉ちゃんから多分影響されたんだよねそれがお姉ちゃんがもともと写真撮られるのも好きだったからそうだから 大量なんですよねママのスマホの中はうちとお姉ちゃんの動画と写真で <laughs> ここ見向けた歌をその時から考えてたのかもしれないもしかしたらうちはお菓子ありがとうございますにじにじ押し初見さんハートありがとうございます <laughs> ハートありがとうございますやばいよね やばいよねはず本当にねみんなに見せたいんだけどねでも本当に動画の数がありすぎてそうコントははたありがとうございますそうなんか自分が作詞作曲とかね緊張するけどねあったらいろいろあって面白くて。 本当にね数え切れないぐらいあるから見せたいんだけどねママのスマホはねだからちょっとね捨てれないよね急にバグってスマホ壊れてとか言ったら本当にしんどいから思い出が詰まってるから2012年くらいからあるのねいつか見せたいみんなにでも本当に共感性周知感じるので。 絶対に自分のように恥ずかしくなると思うみんな <laughs> ごめんねなんかすごいコメントがさ飛んじゃってたんだけどさえカエルってみんなそんな見ないのちょっとごめんね今急にコメント振り返って思ったんだけどえ水族館でしかカエル見ないのみんな嘘でしょ 道路で見るしだけど毎日のように長野に行った時はねもう夏の登校めっちゃきつかった帰りとか行きがもう証拠口学校の証拠口出た瞬間カエルいて踏んじゃったとかあったしう <laughs> ちも一応その動画持ってんのみんな仲良くしてるの動画あるの ね、そう嫌だよねカエルってえ嫌じゃないけどそのあんまり怖くてカエルはちょっと苦手なんですよヘビもねいるよよく踏まないねプールね消毒してないと思うごめん共有ホルダーねいるでしょえうちに い飼ってんのかなカエルえ確かにカエルちょっと踏まないで仲良くしてあげないとカエルはね仲良くする気があるのかなってくらい飛んでるからマジやばいよカエル頑張ってくださいありがとうございますねわかるもう雨の日やばいカエルの声しか聞こえなくていい寝れないよねうるさくて。 本当に何でどこからそんなにカエルの声がするんだろうってくらいカエルの声がしてうるさくて寝れないうんわかるでも昔おたまじゃくし飼ってたんだよねありえなくないもうなんかちっちゃい子ってわかんないよねねカエルからしたらさ人間なんてどんなに怖いんだろうって思ってカエル解剖したんやばい なんかさそういう子いたよね男子でなんかそういうのが好きな子っていなかったみんなカエルなんか解剖するみたいなそれがかっこいいみたいな子いたよねみんなみんななご家じゃえ寝れないくらいカエルの声なんですよねあの 長野にいた時は田んぼと畑だったから本当に全部カエルの声でぬれないってくらいカエルがいたでもなんかど田舎なのか,ななんか多分みんなが想像してるより田舎ではないと思うのでもあれ普通に建物とかめっちゃあったんだけど そこの田んぼがあるところって田舎ってなんかそうじゃない田んぼがあるところってめっちゃ田んぼが続くじゃんなんかそういう感じカエルでママが食べたことあるらしくて「あのめっちゃ美味しいらしいよカエルママが食べた」って言ったけど「美味しくてびっくりした」って言ってましただからなんかちっちゃい頃ほんとにみんな仲良くしてねぐらいの時ね歌を作った時「愛してる」の時期ぐらいによくママがさ あのお腹鳴なるじゃん人ってお腹鳴なるじゃんその時にママがなんか「ママあのカエル食べたことあるからカエルの声がするんだよ」みたいなそれはさ子供なんて信じるじゃんなんかグーって音ってなんか似てるじゃんちょっとカエルの鳴き声にだからこのグーって音はカエル食べたことあるからカエルの鳴き声してるんだよって言ってめっちゃ信じててなんかそ,のそれがママがお腹鳴なるたびに「カエルだ!」みたいな。 やってた多分5年56年ぐらい信じてたそれ本当って思ってえど田舎なのかなありがとうございます音符 <laughs> あ川はおばあちゃんちなのえらしいねなんか普通に柔らかいらしい 行ってとかでなんか食べてたよねありがとうキャンディーえカエル美味しかった本当に面白いよね見た目がね分かるそれは分かるママのお化粧はねお化粧されることが大好きでしてもらってたし髪の毛とかも巻いてもらってたからちっちゃい頃からね やっぱさアイドルとか見れてるとみんな髪の毛がさ舞りしてるじゃんそうでお姉ちゃんは高見菜さんに憧れてもう髪の毛もうここら辺こうやってやってんのそうそれ流行ったじゃん知ってたじゃんすごいあのその時の AKB の時のみんなってなんかこういう髪型がすごかったじゃんそれもしてたしお姉ちゃんは リアルじゃないグーってリアルでしょそれがあったんですよね今何時だろう56分になったらあ五52分ありがとうございます報告56分になったら教えてくださいまたえ結構ガチ信じてたし結構いろんなねいろんなことが面白かったね家から一番近いコンビニマジでリアル 2分ぐらいだから本当にめっちゃど田舎ではないと思うの普通にお店めっちゃあったしって感じなんだけどおばあちゃんちは田舎だったね本当にこんばんは初見さんおつにじ初見ですこんばんはありがとうございます来てくれてやばいでしょ53分ありがとうございますそう多分ね同世代だと思う 本当にねめっちゃ好きだったんだよねお姉ちゃんは特にもうお姉ちゃんの自撮りマジスすか学園に憧れてなんかちょっとキレ気味の <laughs> 写真とかあんの <laughs> ちょっとキレ気味なんかさまジスカ学園ってそういう雰囲気だったじゃんちょっとやんちゃで戦い合うみたいな,なんかそういうのにハマってたから見てたからお姉ちゃんはそれに影響されてお母さんのスマホで勝手になんかこういうわかるこういう顔して 自撮りめっちゃある1十五5枚ぐらいある多分お姉ちゃんのそういうマジスカ学園に憧れた時代の自撮りがめっちゃあるしあの可愛い,い系の写真もある面白くないすごいよね <laughs> 近いよねコンビニが。 ど田舎ではないと思うけど田舎なんだよね <laughs> 車で10分は遠すぎる遠すぎるねおつにじうんほんとにランドセルもねしょってた黒でした名古屋のコンビニは近いコンビニしかないよね名古屋っておつにじ え懐かしいなんかさ本当にえウーバー来ないあのギリ来ない地域みたいなのがあってそこだったのお隣住職延さんなんか長野県も来てるところあったのねでえ来るかな来るかなみたいなずっと期待してたんだけど結局来なくて引っ越した来てんのかな分かんないけど今はでも長野は絶対来てないと思う でも中にはま来てるので頼みましたね一回ウーバー初めてウーバーでした <laughs> やばいよねこんばんは初見さん56分読みますよ読みますよね読みますよ星ありがとうございます読みます13位何もしたくない方ありがとうございます12位 ルカさんのピンクのクマの方ありがとうございます。11位はシナモンの方ありがとうございます。10位は猫のたこ焼きの方ありがとうございます。9位はポムポムプリンの女の子の方金髪ありがとうございます。かわいい。8位はドぐうの方ありがとうございます。7位はタピオカの方ありがとうございます。6位は SK48 の黄色の金の方ありがとうございます5位はにじにじの方ありがとうございます4位は猫の鈴をつけた方ありがとうございます3位はあんずさんの上りを持った男の子の方ありがとうございます上りありがとうございます2位は歌舞伎の方ありがとうございます 1>, 1位は石塚さんのアバターの方ありがとうございますありがとうございます今日来てくれた方もコメントしてくれた方もギフトたくさんくれた方も <laughs> 星ありがとうございますありがとうみんな 最高かわいありがとうございますありがなす愛してるめっちゃ最高だったよかったみんな仲良くしましょうね <laughs> 明日は公演頑張ってくださいねありがとうございますあ,ありがとうございますつい可愛くて見てしまってありがとうございます見てくれてまた明日も公演があるので明日もってか明日は制服の面の2回目です生誕祭です 岩にゃんの初めてうちも初めての生誕祭です <laughs> またねおやすみなさい何時だろう今8時になったらまた教えてください 58分よかったまだ59ハート1分ありがとうございます今日もたくさん来てくれてまた会いましょう ありがとうございますえ、食べ物の話してない明日はカエルを食べるって話をしました今日はありがとうございます今日の唯一の食べ物カエルですありがとうございます <laughs> おやすみなさいありがとうございます何時ですか今は